破ってきた。高い位置にいるリカルド・グラッソには繋がりませんでした。そして宮代、全く倒れない、ボールキープ、結局倒してしまいます。伊藤真人です。イエローカードが提示されました。いや、この今の宮代も見事なボールキープですね。すごいですよね。ここも多少引っ張られてるんですよね。でここでしっかり前向きながら伊藤選手も自由にやらせないともう一回行くんですけど、ここ仕掛けてるところで引っかかってるんですよ。